本日はお忙しい中、大勢の皆様お集まりいただきましてありがとうございます。横原和之からまずは決意のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。こんにちは、いつもありがとうございます。横原です。本日また、平日ということ、またこれ急なご案内ことに関わりませずお集まりいただきました。そして今日は、小学校区ということでビラを、8000枚ぐらい取らせていただいて、ビラを見てお越しになった方も多いというふうに聞いておるところであります。私も今老人生でありまして、もう地に足をつけて歯を食い縛りながら、地域回っていろんな人のお話を聞いております。各地区でたまに、この間も東、白川台でやらせていただいたり、またこの大野畑でやらせていただく予定をしているんですが、この国会の状況はこのプロ2人にお任せをいたしまして、私は地域歩いてて思うのは、やっぱり生活保護とか、やっぱり年金とか医療とか介護とか子育て、やっぱり人が生きるにあたってのやっぱり社会保障とか福祉のもの、このことがやっぱり一番不安に思っていらっしゃるんだなということを今強く思っております。謙虚に地域の声を聞きながらまた頑張っていきたいというふうに思っております。謙虚かどうかというと、安倍総理はですね、質問を早くしろとか、予算とかお願いしている方にもかかわらず謙虚の姿勢を忘れているように私は思います。こういった公共もう権力の暴走を許さないと書いてますが、一党独裁はもうそろそろ終わりにしていきたいと思っております。そのためには来年の参議院選挙であります。私の先輩でございますと、今日もお越しいただいた水岡参議院議員です。来年の改選を迎えて、頑張られる予定をしております。私も全力で 150% でお支えをしていきたいと思っております。ただ情勢は定数が2から3人増えたんですが、大阪維新の会がまた候補者を出せるし、また公明党も独自候補を出されるという方、本当に厳しい状況です。このおつまみでは1万3000から1万6000票を取るというのが私どもの命題ですので、必死に歩いていきたい。そして頼れるのは皆さん方であります。どうかお力をいただきたいと思っております。今日は、せっかく代表の方がお越しいただいております。大体政治家の会議から一方的に話してさよならが多いんですが、僕はそういうスタイルを取ってませんで、話する方はご報告をするのを少しさせていただいて、後にできるだけたくさんの方からご意見をいただきたいと思います。ご意見はできればその時間の都合がありますので、1分以内のまとめをいただいて、たくさんからご意見いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは次